はい、じゃあ今回も、機械学習入門の、16回目をやっていきたいと思います。今日はですね、経細菌防法というものと、その誤り率について話していきたいと思います。この動画についてですけども、機械学習について、ざっくり語っていきます。作成者も学習段階ですので、難しい内容などは扱いません。さらに初めてのパターン認識という本を参考にしています。ではじゃあまず最速ですね、経細菌防法というものについて話していきたいと思います。経細菌防法、まあ、略すと KNN 法と言われるんですけども、まあ、NN っていうのは、まあ、Nearest Neighbor ですね。まあ、NN 法でも言いましたけど、Nearest Neighbor の略です。はい。では、細菌防法の、まあ、復習になりますけども、細菌防法っていうのは、入力データに対して最も近い学習データの、クラスに識別するというものであってですね、まず、まあ、その細菌防法が図にしたのがこの右下ですね。右下でですね、学習データ、まあ、これ鋳型っていうんですけども、鋳型が、まあ、赤と緑が鋳型になっていてですね、でこの境界っていうのが、まあ、この、どちらのクラス、赤のクラスに分けるのか緑のクラスに分けるのかの境界、この細菌防法でのこの境界をボロノイ境界と言いますけども、このボロノイ境界の左にあれば、まあ、これは赤のクラスと同じクラスに所属する。で、このボロノイ境界の右側にあるデータは、この緑のクラス、緑が所属しているクラスと同じクラスに所属するというもの。これが、まあ、細菌防法ですね。じゃあ、経細菌防法とは何かっていうとですね、入力データに対して距離が近い型から経口を抜き出す。その経口のうち最も多くのデータが所属しているクラスに識別するというのが経細菌防法です。で、経細菌防法、まあ、このグラフで言えばですね、まあ、今識別したいのは、このまあグラフ、まあ、左下のグラフですけども、円の中心がまあ、識別したい、円の中心の三角が識別したいデータだとします。で、この場合、経細菌防法の経っていうのが、まあ、5個ですね、つまり距離が近い鋳型、この円の中心から、違いますね、円の中心から距離が近い鋳型ですね、からまあ5個抜き出すと、5個抜き出してということなんで、まあ、この、まあ、円の中に入っている5個ですね、その5個のうち最も多くのデータが所属して、まあ、この赤とか青とかはですね、クラスの種類を表しています。なんで、まあ、この5個の中では3個が赤のクラスで、2個が青のクラス。なんで、この中心の入力データは赤になる。赤のクラスに所属する。というふうになります。まあ、これが、まあ、経細菌防法ですね。はい。まあ、細菌防法が1個だったのに対して、経細菌防法は、何個か、抜き出して、まあ、最も、多い、クラスに識別する。で、だから、経細菌防法っていうのは、まあ、細菌防法を一般化したものと言えます。つまり、経が1の時が、まあ、1細菌防法になるんですけども、それが、まあ、細菌防法ですね。経が1の時が細菌防法。まあ、経が細菌防法。特別なバージョンが細菌防法と思ってもらえたらいいと思います。では、KNN 法の誤り率の評価について話していきたいと思います。
経年法の誤り率というのはベイズの誤り率を用いて評価できるんですよね。ベイズの誤り率をイプシロンスターとするとですね、KNN の誤り率、これをイプシロン KNN とします。それは以下のようになります。まずですね、この全近仮定というのがあるんですけども、 N 個の鋳型の集合 TN とした時の全近仮定、ここに書いてあるのが全近仮定なんですけども、これを何を意味しているかというとですね、 N が無限大になる、た TN って、これもどういうことかというと、無限個鋳型の個数がですね、無限個あればということですね。無限個あるということです。TN で N が無限大にいくということ。でその右の矢印は、この論理記号の、ほにゃららならばということですね。でつまり、無限個鋳型、つまり学習データが、あるならば、入力データと鋳型の距離が0になる。この DX と X1NN というのは、X、入力データ X と鋳型 X1NN が、の距離ですね。DX っていうのはね。D カッコっていうのは。はい。で、それが0に近づく。つまり0になるということですね。N が無限大になれば。つまりこれは X、つまり入力データとこの鋳型 X1NN の区別がなくなるということを表しています。なので、X1NN を X に置き換え可能であるということを書いています。でですね、その全近仮定が成り立てばですね、この下の不等式で、KNN 法の誤り率を評価することができます。この不等式とても不思議な形になっていてですね、どこが不思議かというと、K が偶数であれば、ベイズの誤り率を下回るんですね。このベイズの誤り率はこの真ん中にある、不等式の真ん中にある、イプシロンスターなんで、K が偶数であれば、ベイズの誤り率はを下回るんですよね。しかし、そのベイズの誤り率の半分を下回ることはない。0.5 イプシロンスターを下回ることはない。それよりは、それ以上ですよ、ということですね。はい、一方で奇数であれば必ず、ベイズの誤り率以上になってしまう、誤り率が大きくなってしまうんですね。しかしこれも上限はあって2倍の、ベイズの誤り率以下になるんですよね。はい、この奇数と偶数で、その誤り率っていうのが、変わってくるっていうのは、とても不思議なことですよね。はい。この証明などについては、説明はしませんけども、どこかで、興味がある人は、調べてもらったらと思います。ではですね、今日は KNN 法、というものについて話していきました。KNN 法といってもですね、NN 法、つまり細菌防法、と、ほとんど変わらない。細菌防法を一般したのが、一般化したのが、軽細菌防法でということですね。では最も、軽抗を抜き出して、距離が近い軽抗を抜き出して、その軽抗の中で最も、データが所属しているクラスが、クラスの数が最も多くのデータが所属しているクラスですね。そのクラスに所属します。これが、軽細菌防法です。では、今回、終わりたいと思います。機械学習入門16回目を終わります。チャンネル登録などよろしくお願いします。